そう、まあおしゃべりもねもちろんがっつりやりますが、まあ組手というところ、その練習会というニュアンスもありますので、まあ楽しくコメントも読みながらいろいろ喋っていけたらなと思います。さあ楽しみにされた方多いと思いますんでね、ぜひぜひ楽しんでいただけると嬉しいなと思います。テロさん今から来るか間に合うぞ、新幹線できれば間に合うぞ、来てもいいで、寝る場所は用意するぜでは運営は準備できてますのでね、選手が準備ができ次第やっていただいて大丈夫でございます。ホームラン、ホームラン。ルールはもううまいことやってください。テロさん来る？来るんだったら DM してね。あ、カウンター選手最初から入れてもらってもいいですよ。じゃあ入れてやりましょうか。さあこのあたりもね、ある程度はルール決めてますが、選手たちが望んでいる練習環境というのを作っていく上でね、話し合いをしながらやっていきます。さあこのカードで始まりますか。こちらはいつでも準備 OK です。始まりそうですね。では行きましょう。無限組手デイツ4人目ですね。本日アコーラ選手バズプロトバナム選手行きましょう。さあ前スマオフライン企画無限組手10先2日目4人目クレジーラ君プロトバナム選手 VS スマブラ中毒アコーラ選手。スマブラ中毒アコーラ選手って言ったらなんかちゃうよなSCD って言った方が良さそうだ。果たしてあこのカードどうでしょう。まあメンメンスティーブ結構そのスティーブ側がなんていうのかな、近づくのが難しくてダメージどうやって与えるんだろうっていうところ、まあ、トロッコとかも腕伸ばしてね崩れる部分もあると思うので中に入るの、まあ、これねトロッコを飛ばすっていうのは一つ対策ですか。で出したの攻撃チー、まずは先制パンチはコーラ選手のスティーブですね。まずはプロトバナム選手この面々で考えてきたスティーブ対策をぶつけようというところ。ちなみにこの2人初対戦でございます。初対戦、ちなみにこのお部屋に入ってきてからもこの2人はねフリーしてません。あの2人でのフリーはブロックしたスマー決めていく。もう本当に完全初見でやりましょうというところで、まあ、この10先ねまずはお互い手札を出し合います。さあアコーラ選手プロトバナム選手、まあ、長い時間戦うわけですから手札をねある程度温存する部分もあるんじゃないかなと思いますが、これは借りるか、落としに行った。なるほど、ブロックでその復帰が咎められるのをね嫌ってディレイをかけるんだったら空中前のこのセットアップ。まずはコーラ選手すごいですね。まずは先制、やっぱり最初に自分たちの対策を押し付けられるのって手札の多さであればやはりスティーブ側ですよね。それを対応に回るのが面々側というイメージは確かにありますが、まあ、ただこのプロトバナム面々地味に今の反転食う前結構してますよね。アコーラさんね反転食う前パーセンテージが結構高い時であったりとか大事な時にこの空母じゃなく空前を当てる発生がね空前の方が早いっていうところで、まずはこの作業台もやっぱ潰したりするのも大事ですよね。さあスコアが変わっておりますので失礼いたしました。さあ現在2戦目、まずは先制したのは SCD アコーラ選手。上強からブロックを使いながらダメージを与えていく。さあアコーラ選手ねオンラインはかなり面々が多いというので
メンメンの技の弱点であったり、まあ、メンメン自体の性質に関してはかなり理解度は進んでると思うんですよね。まあ、プロトバドーム選手はやはりその人のうまさがありますから、そこでこの実戦でどのように対応するかっていうのが大事にはなるのかなと思うんですけども、まあ、やはりこのアコーラスティーブはスティーブ対策だけでは足りないというのがある。やっぱりオンラインの本当にトップ勢ってそのキャラクター対策だけではどうにもならない部分っていうがすごいあると思うんですよね。ホットリング復帰にしっかりと取っていく撃墜。さあこれはメガボルト。さあまずはクロトバダム選手が先制していきます。よくあるそのヘローさんとかがそのオフラインに出てきた時もそうですが、クッパ対策だけでは本当に彼のゲームスピードについていくのが難しかったりとかで、彼独特のうまさっていうそこを潰すためにどうやって動くかっていうのが求められることがあったんですが、まあ今もそうですよね。そういう選手って多いですよね、オンラインで。クーシャゲッツェイ、まあ、オフラインの上位勢と前田君はやったことないからっていうのもありますけどもオンライン勢がというよりがやっぱりそういう本当のトップのところって人読みの対策っていうのはかなり大事ですよね。じゃあここがメガボルトで、この戻りながらの攻撃を置くのうまいですよね、プロトバラム選手。さあこのうぅぅぅわブロックから降りるところ、メガボルトスマッシュ置いてある。しかし上差しステージはこの終点っていうのもね、メンメンが結構得意としそうなステージであるのと、やっぱりスティーブジャンプが低い分直線的にやはり飛んでくることが多いので、メンメンのホトリング上シフトとであったりとかをメガボルトをこうやって上から伸ばしてくるっていうのは面白いですね。ホトリングにドラゴンにメガボルト、距離を取りながら素材を掘るアコーラ選手。まあ、これ距離を取るのが正解か不正解かっていうのは結構難しいですよね。やっぱり下がりながらって、クチュシロー撃墜。素材を掘るために下がってもやはり面々回転率がいい腕と、やはり押し付けの強い攻撃、ラインがない状況と素材がある状況、どっちが大事かっていうと難しいですよね、判断ね。さあこの崖怖いぞ、ブロックホットリング怖いが、これがケツカバリ当たりますが、メガボルト取り返します。素晴らしい。さあプロトバラム選手取り返すゲームカウント 1-1。 さあまだまだ始まったばかり、ステージどうなるでしょうか。まあ、ステージもね結構そのお互いに事前にちょっと話は聞いてたんですが、まあアコーラ選手はこのメンメンに対してはこのステージはやりたくないなみたいなことを言ってたりもしてて、この辺りであえてそのステージを選んで試すっていうのもあったりしますんでね。まあ、今日はいろいろ試せる場でもありますので、その辺りは皆様しっかりとね見てる方、まあ、気をつけていただけると嬉しいなと思います。3戦目ですね。3戦目ステージ終点のままですね。まあ、コーラ選手素材を掘るために下がっていた部分がありましたけども、やはりこうやって素材を掘ったりブロックをつくためにラインが下がったら苦しい部分ってありますよね。ちょっとその悪い状況をどかせるにはかなりこのパーセンテージが蓄えられて苦しい部分もあるのかなっていう気がしますよね。であれば、まあ、最近はコーラ選手こうブロックを使わない立ち回りっていうのを意識しているところがあるという話をどっかで聞いたことがありますけども、もともと彼のうまさってブロックの扱い方ではなく近距離のさばき方がうまいと思っていたので、まあ、彼自身のスティーブの強みっていうのがブロックをね使って素材を掘るために下がりながらやる戦い方ではない部分をね見出していると。その場がリスタスマ踏み入った空中前までが受け身、お見事ウェビーで、あの位置はもう戻れないので攻撃をしてね崖メジオもなればというところでしたが、反応していきますね。いやーうまいぞ、 60% と入る。素材を掘れ、やっぱり吹っ飛ばして素材を掘るっていうのがベストですよね。素材を掘る、ちょっと技が出なかったか。復帰措置もかなり狙ってきますが、メガボルト上スマッシュの終わり際、回避なと2発目打ってくる。ストックは22 117% プロトバノム選手、どうだ掴んでる前投げ
うわいいねトロッコでの出張トロッコ、面白い使い方しましたね。いいですね。あの出張レッキとかね今までありましたけど、出張トロッコ初めて見ましたね。面白い。さあアコーラ選手、やっぱりちょっと素材を掘る量減ってますよね。勝ってる時やっぱりアコーラ選手ってまあよくあの一回喋ったことあるんですが、彼自身やっぱり掘りながら下がってる時って結構劣勢の時多くて、素材を掘るのをあまり意識せずにやはり攻撃してる時っていうのは彼強いなっていうのはよく思ってるんですが、やはり彼自身のうまさはその引きながらではなくて、この前に出ながらのこのやはり攻撃、そして当たった時のコンボの精度の高さ、そして近距離でのその手札の多さですよね。相手が予想だにしないいろんなタク手札の多さがやはりアコーラ選手の強さを支えていると個人的には思っていますが、今みたいなね空車の打ち方とかがうまいですよね。紙一人当たりませんでしたが、プロトバダム選手耐えれるか。ワンストック取りたいですが危ない。どうする、コンボの凄さもあります。前田くん、あのアコーラくんのアコーラ選手のねコンボに見慣れすぎて反応が薄くなってるってよく言われますきつい。さあプロトバダム選手もここからトロッコ空車からここぞで見せるトロッコ出張。さあアコーラ選手がリードを保ちます。ゲームカウント2-1。そのあんまりアコーラ選手でトロッコもそこまで使わない、やっぱりその掘れるとこは掘るにしますけども、トロッコとで中に入ってくるときのスカシクーシャがまあうまいなという印象がありますけどもね。さあ10先でございます。さあたくさんの方がやはり注目していますこのカード。なんともうすぐ同説が1万人いきそうです注目度が高いこのカード。では行きましょう。4戦目ですね。さあ4戦目ステージ村と町ですね。アコーラ選手が SCD、 アコーラ選手がゲームカウント 2-1 とリードしている状況です。アコーラ選手やはり前に出る、前田君はこの立ち回りがね結構アコーラ君には好きだよっていうのを言ってるんですけどもね。まあ、素材掘るときはこうやって掘るんですけど、基本的にはやっぱり前に出てる時間の方がアコーラ選手は長い、そういう時は結構勝ってるイメージがあって、やっぱりアコーラ君といえばこの前に出るさばき方と、じゃあ相手が前に出てくるタイミングでのカウンター、この2つのうまさがね彼はずば抜けている、そんな印象がある。プロトバナム選手はまあ昨日も試合、いやーメガボルトきつい。やっぱりプロトバダム選手といえばその中距離で相手がどう動くかを見る力がすごいなという印象がすごくあって、まあ、ルキナとか使っていた時もそうですが、その、まあ、密着というよりは少し相手と距離が取れている距離、2、3キャラぐらい距離が取れているところ、まあ、今みたいな距離感、この距離感ですよね。この距離感での技の置き方のうまさがプロトバダム選手にはあるなという印象、すごいなという、ね、印象ですよね。そこから相手がどういう風に動くかを想像する力であったりとか予測する力っていうのが本当に高い、正確な予想ができるっていうのがプロトバダム選手の力を支えてるのかなっていうのをね昨日すごい実感しましたけど、読み合いがでやりやすい距離感を保つのがうまいんですよねプロトバダム選手ね。まあ、見て反応できる位置と予測もしてそれを行動に移せるこの間合いの作り方がうまいんだろうなっていうのがすごい昨日感じてましたけどね。昨日は結構そのゴリゴリ近接ファイターと戦っていたのでプロトバダム選手、それもねそのお見事なリーチ管理でさばききっていたっていうのがすごい印象的でしたよね。昨日は唐揚げ選手、そしてラルクン選手、そして白雪選手と横スマッシュ、素材がないところでしたがスマッシュの当て感はやはりアコーラ選手素晴らしいものがありますが、
ここはメガボルト大丈夫。ここはホットリング丸がトロッコ大丈夫。さあこれはちょっと事故ってしまって激墜。まあ長い時間の試合ですからね、いろいろ復帰ルートとかも試しながらというところはあるでしょう。さあ素材がないという状況は確かに苦しいですので、できるだけ飛ばした後の時間を丁寧に使っていきたいですよね。さあ前に前に出てくる。まあ、食らった後距離ができるんであれば素材を掘りに戻るという、この前に出るときと後ろに出るときの感性がやはりアフォーラ選手丁寧ですよね。まあ、ただどうしてもやはりラインがないところで面々のこの崖の制圧力の凄さがありますので、帰れるかエリトラレンダタイミングずらす上に食う前。さあここからワンストック取るという意味もでかそうですが、ダッシュアタックからエリトラ捉えていく。お見事、このスピードで捉えられるのもやはりプロトバナム選手のすごさ。4戦目ベジータ君、プロトバナム選手メンメン、ゲームカウント 2-2。 さあありがたいことに同節1万人超えました、ありがとうございます。素晴らしいですね、スマブラがここまで熱い、かつこの2人にそれだけ注目度があるっていうのすごくないですか。2人に1万人が魅了されているというこの状況、本当に関われて嬉しく思いますよね。素晴らしい試合。さあこの後どういう試合展開があるのか、大きな一発っていうのもあるんでしょうかね。では行きましょう、5戦目。お、5戦目、小戦場来ましたね。ちなみにこの小戦場ですが、実はまあ大会始まる前にアコーラ選手がメンメンとだけは、まあ、できればやりたくないと言っていたステージでした、小戦場。かなり小戦場がそのメンメン自体が強いっていうのもプロトバナム選手が言っていて、かつそのアコーラ選手がよくそのスマメイトのオンライン等でお松選手と当たった時に、本当にお松選手のメンメンの小戦場に勝てないんですよねっていうのを言っていたので、それがまあこの受先だからこそ試せるというところでね、一回その小選手を拒否しなかったんですね。拒否しないというか選んだんですよね、アコーラ選手が。そうだよ、アコーラ選手が選んでるんだよね、このステージ。果たしてでも確かにそのなんて言うんだろう、素材がその他の選手と比べて掘りにくいっていうのはありますよね、小選手。これ前田君の印象ですけど、小戦場ってやっぱり攻撃が鋭いキャラクターが強いイメージがある。ドラゴンで撃墜、攻撃が鋭いキャラクターが一気に飛び込んで周りを支配するイメージが小戦場ってすごいあるんですよね、前田君は。だから剣士族であったりとか、あの差し込みが強い系のキャラクター、まあ、ベオネッタとか、あとはドンキーのそのダッシュアタックとか、まあ、そのあたり含めてかなりその小戦場って攻撃的キャラクターが強い、攻撃の鋭いキャラクターが強いという印象ですね。うん、まあ、なのでそのあたりをそのメンメンもかなりホットリングとドラゴンがね鋭いので、どうやってかいくぐるかっていうのが鍵となりそうですが、横スマッシュは大丈夫、うん、ホットリングドラゴン。さあここはドラゴン、うん、ホットリングドラゴン、駆け足どうだ、うん、ドラゴン、どうするか。さあホットリングドラゴン、いや、やはりこの守る場所がないですよね、守れる場所がない。小戦場かなり苦しそうなアコーラ選手、中に入るためにもこの常に攻撃、うーん上投げ、これ呪文撃墜。さあトロッコから空前、ここは空上から空前、さあここの崖いいですね、このブロック下妻スティーブならではの空中スマッシュ、いやここぞで出てくるこの空下ですよね。追いついた、おお追いついた、詰ましたんだけど、一気に撃墜、漏れて
さあこれは作業台をしっかり壊して素材をキャラ、おーっスマッシュゲッツ、すぐに取り返して、さあ作業台をね壊してね素材を切らせるというのも大事になりますからね。上京作業台で確か壊れたらその作業台を作るために素材がいるんですよね、確かね、間違ってたらごめんなさい。ダイヤモンド入ってくるところトロッコをしっかりと、やはりこのトロッコをねジャンプでかわしてこの空中にいたら、空中にいたら B、 クロトバラム選手この技2つ使うのかなりうまいですよね。うーん、これはガーキャンクーエルから危ないぞ。ただワイヤーでね戻るタイミングっていうのはしっかりとケアできますので、ケアできますがルートに空車置かれるとたまったもんじゃないぞ。クーエルトロッコ面白いタク回避したらというところでしたが大丈夫、どうする、ここはドラゴンホットリンギ、クーした大丈夫、下強からクーエル回避で降りるところ着地狩り、お互いどうだ一発、アコーラ選手がピンチではありますが、ウェビーも怖いぞ、うまい、その吹っ切れたドラゴンは大丈夫、どうするどうする、ジョブ様ホットリングドラゴンホットリング、どうするホットリング合わせきるゲッツイ、いいですね、崖つかまり、そのエリトラのつかまるまでの時間にホットリングを合わせます。5000名、フジラ君、プロトバダム選手、メンメン、ゲームカウント3-2。はい、では5000経ちましたので、ちょっと飲み物とかトイレとかちょっと休憩いるんだったらそのままで、はい、じゃあ連続で聞くと、さあ熱いうちにやってしまおうと、あ、ちなみに本日のこの試合だけ切り抜いてね、動画化しますんでね、よかったら見てください。はい、では6戦目ですね、まあ、ドリンクとかもね飲んで、まあ、休憩も入れながらじっくりとやっていきますんでね。さあまだメンメンでいきますね、さあ6戦目ですね。さあ小戦場をねアコーラ選手試しましたよと、ただなんかなんて言うんだろう、結構やれてましたよねアコーラ選手、なんか結構やりたくないって小戦場対メンメンやりたくないって言ってたんですけど、全然チャンスのあるそんな展開が多かったような気がしましたけど、やっぱり常にこのパンチのリーチの中で戦わないといけないっていうのがちょっとそのスティーブ側苦しそうですよね。うーん、このブロック三段も作らせる前に、いやー、作業台が止まる、うーん、しかしメガボルトゲッツイ、あの作業台って全部のパンチ止まります、もしかしてドラゴンとそのメガボルトは結構止まるんかな、メガボルトも止まってたかな、ちょっと注意して見てみようかなと思いますが、まあ、作業台ね積極的に壊してはいますプロトバナム選手。まあ、前田君もねこのスティーブメンメンっていうのをこうやってマジマジと、しかも世界のナンバーワンのこのスティーブとメンメンの使い手の試合を見れるわけですからね、前田君もそのなんかうーえスマッシュゲッツ、素直な気持ちでちょっと勉強していきたいなというところはありますよね。皆さんも一緒に勉強しましょう。あ、ここはトロッコから、おー、うまいですね、ブロックで着地狩りの展開拒否する、これがもうスティーブならではですよね、こういうのを丁寧に、まあそれをしてくるからこその読み合いっていうのも大事になりますよね。まあ空中上を打つか打たないかのこの判断になるのかなと思いますけどね、その空中上もね、その撃墜択であればそこ読み合い結構強いかなと思いますが、不用意に飛び込むとそのスティーブ側のね空下とかがかなり辛いので、どうするか、うーん、ビームが伸びてくる、ホトリングは大丈夫ですが崖上がれるか、ホトリングこの、うーん、メガボルト、ストックは2-1、メガボルトドラゴン、ドラゴンドラゴンにしていますね、このプロトバナム選手のこの腕の2本の使い方とてもうまいですよね。基本的にはやっぱりホットリングメガボルトなんですけど、変えるスピードが速いですよね、判断っていうのがね、他の面々使いとはかなり積極的にこのアームを交換している印象があります。このね推進力ですよね、エリトラのね、しっかりと腕の届かないところまで逃げていく、
あーこの馬いい空下、ただ大丈夫。やはりスティーブが乗っていないと撃墜力っていうのは下がりますからね。どうして上スマッシュ、これは外れ。ビームが伸びてくるが大丈夫。ホットリング、そのバーガリーガード間に合ってメガボルト当たれば撃墜も見えるか。着地どうだ、うーん掴み外れ。しっかりとこの近距離かわしていきますね。どうする、メガボルト、ホットリング、ドラゴン、様子を見てどうする。アコーラ選手どうするか、うーこのブロックの隙間から腕を伸ばすかというところ、トロッコで中に入ってきたところ、ジャンプでいなしてメガボルト、空中ニュートラル B ですね。さあ6戦目クレイジーラクーン、プロトバナム選手メンメン、ゲームカウント 4-2。 さあここで初めて2ゲーム差がつきましたね。あ、ホロバス、結構やっぱ違うステージやりましょうってみたいな感じもお互いにあるかもしれませんね。そのお互いに自分の得意なステージで、メンメンに対してはこのステージ選びたいっていうのは絶対あるはずなので、あえてそれ外してるとか、まあそういうのもなしにしてフラットに結構ステージ選んで見てますよね。まあこういうのってやっぱり経験になるんで、大会の時にね、そのステージ選択迷わないというか、すっきりと選ぶことができるという意味でも、やはり経験値貯めていきたいというところお互いにあるでしょうか。まあステージもね、今選ばれているのは基本的には共通、その日本全国共通のステージ結構選ばれているのかなと思います。ステージホローバスティオン、クーエヌクーマエ、クーエヌクーマエ、まあ皆さんもね、こうやってこの2人がいろんなステージ選ぶ、踏み空下狙ってくる、下スマッシュで2本伸ばした後の後スキー、しっかりと狙ってきます。まあこの辺りは逃さないですよね。タコはクーエンドクーマへ落として空した、しかし当たらないところからしっかり戻ってくる、うーんまあいい。さあプロトバナム選手が結構積極的に腕2本伸ばしてくる形になってますね。やはりメンメン腕を2本伸ばした後はかなり隙がね大きくなりますので、そこは取っていきたいですよねというところですが、うまい、うーんしけと逃げていく。タコがトロッコ、さあここは横差し上がってくるところ撃墜。さあここは、いややっぱこれ作業台結構邪魔ですね、結構止まるな。いやしかしトロッコ戻ってくるところ上から潰せ。さあホットリング、うーんホットリングだとあのアーマーで耐えるんですね、トロッコね。なるほど、やはりトロッコを壊す威力が必要なのはドラゴン以上というところ。ドラゴン、ドラゴン、ホットリング、まあ、トロッコを作らせないのであればホットリングもうまく使いながら相手を中に近づかせずに、メンメンの得意なところで戦っていけるというところがある。ただトロッコを出させるんであれ、出させてしまった場合はホットリングでは破壊できないので、その右腕のドラゴンでなんとか潰すという動きが必要そうですね。こういうのもそのどういう技を振るのかっていうのもね、結構その、まあ、前田君はこうやってガヤ実況するわけですから勉強になりますこういうのを知ってるとね、結構予想しておしゃべりもできたりするので、まあ、実況としては欠かせない勉強といいますか。ストックは空中後ろ、ストックは 2-1、 トロッコここは大丈夫、空中へどうする、後ろ投げ、うードラゴン戻ってくるところ。やはり強化ドラゴンの時ってプロトバナム選手、昨日の試合でもそうでしたが、攻撃を振る回数かなり上がるんですよね。というところ空下大丈夫、まあ、皆様も昨日見ていた方は気づいているかもしれませんが、強化ドラゴン中の彼の腕を振るその回転率、うーんスマッシュ撃墜取っていきます。7戦目 CD アコーラ選手スティーブ、ゲームカウント 3-4。さあ素晴らしいですね。じゃあまたやり取りをして、ちょっと前田くん、おしゃべりしてきますちょっとお待ちを。
ごめんなさい。あれ？ロケナー。はい、失礼しました。はい、では、あ、出てきたか。ここで出てくる。さあ、まだちょっとね、あの今日のお部屋の説明をしていましたと。失礼しました。さあ、ここでキャラクター変えます。クイジーラ君、プロトバダム選手、ルキナに変えました。まあ、プロトバダム選手、今日はね、コーラ選手に両方出しますよと。絶対両方戦いたいので、もう両方出しますんでね、お願いしますっていう話もしてました。まあ、何度も言いますが、本日はこの10先企画、どちらが強いかという勝負をしている、まあ、ところも多少あるかもしれませんが、どちらかというとお互いの強化月間、まあ、強化デーというところで合宿という意味合いが強いです。いろんなキャラクターのこの組み合わせや噛み合いを試すという場になっておりますんでね、そのあたりはあのこの試合を見てくださっている皆様は少しご理解の上で見ていただけると嬉しいなと思います。さあ、ここは空中前。さあ、この崖、崖離し空下、横スマ撃墜。やはりそのプロパール選手のルキナとその面々の違い、いやー踏み空下撃墜。まあ昨日の試合も見て感じたことなんですが、プロトバラフ選手のメンメンとルキナって、このキャラクター補完というよりは立ち回り補完というところがかなり印象深いなというのは思いまして、やっぱりプロトバラフ選手ルキナの方が手札は多いんですよね。印象、手札が多いというか、スマブラのうまさが出やすいのは結構やっぱりルキナの方なのかなっていうのは感じたんですよね。ただやはりメンメンのその腕を伸ばすその圧倒的な破壊力であったりパワーであったりとか、手札はルキナよりは少ないけども、そのリーチであったり押し付けの力っていうのはルキナよりも強いというところで、その相手をバグらせるといったあれですが、少しでもリーチ管理間違え、うおー今の空下でかわすんか、面白いね。空中ショット捉えていけ、きつい。あの上スマッシュ見て空下でかわすの面白いね。ああいうのやっぱできるのがね、アコーラ選手の凄さですよね。いや、こういうびっくりタクとかねえ、こう見せてくれると本当に我々ワクワクしますよね。これスママニさん、できれば2日間のスーパープレイまとめてくれないかな。依頼しようかな。ストックは21。さあ、空中後ろどうするか。空中前、下強から下スマッシュ。さあ、これはブロックで一旦この撃墜拒否を。13回でくらい殴りましたか。横差し撃墜、殴って殴って、もう投げても意味がないのであれば、うまい上の落とし上様。勝ちましたよ、お父様。さあ、ルキナでまずは先制パンチと、8戦目クレイジーラクーンプロトバダム選手の勝利。ゲームカウント 5-3。 さあ、あの一つまたね、これ関西側のプレイヤーの弱点でもあるんですが、ルキナ、メンメンいないんですよ関西。これは結構ね、プロトバラム選手来てくれるのってすごい大きいんですよね。いろいろはいるんですよ。いないって言ったらちょっと語弊があるかもしれませんが、なんだろう、いきましょう。9戦目、そのプロトバラム選手のメンメン、ルキナ、関西で安定してリザルトに入ってるプレイヤーっていうのがまあいないんですよ。まあ、最近メンメンだとドラえもんの右腕選手がそのリザルト入りね、スマホと果たすなど、そのだんだんそのメンメン使いも頭角若いプレイヤーですが表しては、あっと珍しい、まあ、プレッシャーありましたね。ですが、まあ、ルキナは特にその関西側もちろんあの使えているのはいるんですが、なかなかいないんですよね。なのでこういう機会じゃないとじっくり戦うこともないので、本当にまあ、クレジーラ君、プロトバラム選手がね、関西側に目をつけてくださったっていうのは大変ありがたいお話で。さあ、空上から、空
回避見てる。この辺りのやっぱりうまさですよね。空中前クエヌそもそも関東にもバラムさんしかいないあ、そうなの。いや空悟空前空中下を、やはりこのターン継続のうまさ、スマブラのうまさというのはやはりプロトバナブ選手ルキダの方が体現はしやすい。やっぱり試合を見ててそう感じてます。さあここは素材を掘って、ただストックはね同じストックですので、まあどちらがまた先制するでしょうか。どうだ、おおアトラクションあ、踏み崩したなんで逆転してんのや。2位はミヤクもびっくりさあこれドルフィン外れたと、あ、ジャクから、あーこれね無敵暴れ、コンボキャッシュできるキャラクターはね結構これ難しいですよね。あーいいですね、ドルフィン暴れ暴れ、まあ台もあるとね結構その逃げるのもね結構やりやすいですからね。ここでゲッツイ、ストックは11。さあ空上空上、着地どうだ、空下をこの後ろ側だけで判定出して降りてくるのがプロトバダム選手のルキナ。このうまさ、しかしトロッコをぶつけてなんとか崖奪いできてないところ、大丈夫、おお 0.2% 差。さあコーラ選手取れるか、どうする、空車空車狙ってくるが、うっ、おお村戸町これは村戸町空中後ろ。さあ9戦目クレジーラ君、プロトバダム選手ルキナ、ゲームカウント6-3。まあ、村と町のね撃墜ラインの近さがね今のはあの撃墜につながりましたね。さあやはり仕上がり見せいい形見せているプロトバダム選手。さあアコーラ選手もここから、まあ、一個一個試してほしいですよね。アコーラ選手もやはりしかもあえてこの結構スティーブしっかりと使ってくれているというのもありがたいお話でもあります。やはりそのアコーラ君に今日じゃあカズヤとか使うんですかとか話ちょっとしてたんですけど、やっぱり今日はプロトバナムさんわざわざ関西来てくださってやっぱり僕のスティーブと戦いたいと思うんですよねって、なのでできるだけスティーブで戦おうかなと思ってますっていうのをね事前に話してくださって、まあ、そのあたりもねやはりそのお互いにリスペクトがあるのかなとも思いますよね。クーターウエスバー、ここは大丈夫、そうでしょう、こういうねやっぱり、あっ TLT きつい、やっぱりこういうねその結構アコーラ君って結構どんな人なのみたいなね、まだみんなそこまで知らない、まあ前田君もそこまでまだ、まあ、知ったつもりではないですがね、どんなアコーラ君ってどんな子なのって気になる子もいると思うんでね。いや今のこういうね面白い撃墜とかもね狙ってくるのがアコーラ選手ですからね。上スマッシュ、我々がまだわからないそんなネタ殺しみたいなのもあるのかもしれませんからね。さあまだねこの10先、今日は10先ですからね、うまいプロトバナム選手の今のね、うーおーなるほど、一方的に打ち勝てるんだ空上、マーベラスコンビネーション撃墜、しかしここはどうだ、大丈夫、さあここはブロック、ブロック掘り進めるか、探検隊ルキナ、ここは掴みを外した後、やっぱりこのねジャンプで技をやり過ごすのってすごくうまいですよねプロトバナム選手、あえてやっぱジャンプうまく使えるプレイヤーってオフ勢多い印象ありますよね。空下めてよから上スマッシュ、カスっていうのがねやっぱりオフ勢らしさっていうのは結構あるなっていう思うんですよね。オンラインってやっぱりゴリゴリその攻めることに対しての鋭さっていうのを持っている印象がありますが、イナスっていうのはやはりこのオフライン勢凄さがあるなっていう思いますよね。空中前ラフックスも決めていきます、ストックは2-1。さあこの撃墜どうするか、アコーラ選手の思い切ったスマッシュもしっかりとガードしている、126% ですか、
早めに撃墜したところではありますが、プロトバラム選手丁寧に逃げてクーエヌ起き上がり、クー下からクーエ、クー下で降りながらルートを選んでくる。しっかりトロッコ空母、ここはかわして、まあいい、クー下見てよからクーエ。今のもしっかりとあのルティナの空中機動能力の高さでね、しっかり差し返してますよね。さあ7-3ですね。10戦が終わりました。お手洗いとかドリンク飲むとかする場合どうぞ。さあお手洗いとか大丈夫ですか？大丈夫、やっちゃいます。ちょっと考えるかもしれないよ。お、出てくるか。さあ大丈夫、ね、もう早くやろうぜみたいな前田君邪魔すんなよみたいな感じになってます。失礼しました。では行きましょう。さあ行きます。11戦目ですね。さあ11戦目、ステージ終点になりましたね。さあルキナスティーブ続投ということで、うーん TLT 潰しに行きましたけどね。先に爆発して、うーん下は TNT、 上は空下、地獄である。さあこれは上京から入っていく。ストックは3人。やっぱりこういういろんな卓を仕掛けやすいのがスティーブというキャラクターの良さですよね。上京から大丈夫、空中しろ、しっかりと合わせていけるか。ここは横京空後大丈夫、弱空前、しかしここはしっかりとドルフィンで暴れる。横京下スマッシュ。やっぱりこの復帰ルートかなりね、アコーラ選手悩みながら戦ってるところもあるでしょうね。かなりそのプロットバナム選手、昨日白雪選手がね体験してましたけど、あんなに復帰阻止されるなんて思わなかったですっていうねコメントを残すくらい、やっぱりプロットバナム選手の復帰阻止っていうのはねかなりすごいレベルの高さをね誇ってますからね。ストックは 2-2 という状況。ここはトロッコ、まあ、こういうのもありますよね。長い試合やればこういうこともあると。 TNT だけ破壊しようとしたんですが、あの多分腕伸ばしたらスイッチ押しちゃったんでしょうね。爆発して撃墜、まあ、こういうこともある。まあこれもね、あのこうやってシールドブレーカーで TLT どかせられるのかなとか結構試してると思うんですよね。まあこういうのができるのがやっぱりまた大会と違う長期戦の相手の癖もね見抜きながら、かつやっぱり企画化することっていうか配信することによってね、おー下スマッシュ、きつい。やっぱりこうやって配信することで見られることによって真剣度を増すというところもあってね、いいバランスで本日のこの合宿をまあ環境を整えられてるんじゃないかなと思っていますが、ストックは1-1状況ですね。ウェビーが立ってこの後の読み合いはどうだ。このディフェンスしようというタイミングね、プロドバナム選手ね間違いないですよね。最終段のね撃墜拒否が本当に素晴らしいプロドバナム選手。素材を掘ります。ここは無理はしない立ち回りか。このリーチ先端を少しでも動けば当たるよというような打ち方をしてくるプロトバナム選手ですが、上から潰して空港、ただ大丈夫、どうする、うーんシールドブレーカーやってくる、ワンチャンス、まあ、彼ね大会でもシールドブレーカーかなり決める場面多いですからね。受け身の読み合い大丈夫、下気を怖いですね。おじわじわ追いついてきている。回避に対しての判断が早い。トロコを飛ばして追い返す。ジャストが、おー今のプレーにはプロトバナム選手もおーっていうね声が上がっていました。お見事、ジャストガードつかみ。さあ11戦目、 CD アコーラ選手スティーブ、ゲームカウント 4-7。 さあちょっとね、空調を変えてきますThank you.
や今のもびっくりしたっていうね、でも楽しいなっていうね、もうどこかのね大型大会の決勝戦でこの2人が当たるってこともねあるでしょうからね。さあどうぞ。さあ12戦目ですね。さあ12戦目ステージホローバスティオン、まあ、さっき2人でやり取り聞いてたんですが、やっぱりあのこのキャラでこのステージやりましたっけっていう話してたんで、やっぱり試してますね、いろいろと皆さんにそれは伝えておきます。やっぱり勝てるステージを選んでるわけではなく、このステージだとどういう組み合わせ、どういう戦いになるのか、どういう雰囲気になるのかとかちゃんと確認してねやってるっていうのがこの2人の戦いです。本日のこの10先さあ、これは今あのプロトバナム選手がルキなんでホローバスティオンやりましたっけって話をしてたの でやってなかったのでホローバスティオンじゃ選びますって言ってましたね。うーん、クジャ横綱、さあホローバスティオンどうでしょうね。結構バランスの取れたステージだなっていう印象はかなり高いです、ホローバスティオン。でも真ん中に台があるってやっぱり結構そのあっと珍しい、こう落としていけ、まあこうやってねブロックの生成の速さがねアコーラくんの凄さでもあります。今のねあここでもしかしたらもう帰れないだろうなこのブロックでっていうのをね積み上げるスピードもね、まあ、彼が勝利を逃さない秘訣でもあるでしょう。さあ踏みましたが大丈夫、リトラ中、さあこれはしっかりと回避から下投げ、うん、ドルフィン、ドルフィン暴れが効きますね。155%、前田君もかなり汗をかいている、熱い戦いを見せていただいて感謝感激雨あられ。ここはどうだ、回避見て空母、やはりこの復帰阻止のうまさですよね。どう見ても彼の復帰阻止のレベルの高さは異常ですよね、いい意味で褒め言葉でございます。マーベラスコンビネーション、横澄まし、これエリトラのね上から戻る、あえてその隙を探すような復帰をねアコラ選手するんですけど、まあそれもねタイミングをずらすためにしているというところ。下京から受け身、横澄ま、空上から空前ジャンプ読み、うわー今の受け身内側も4点のすごいですね。クーした対空してくる、もう空下のメテオの受け身読みっていうのが入ってくるんですね、すごいな。上の空前、空前から弱空前、モノ13、おっわーブロックレイクした、おお横澄ましブンブン丸、おブンブン受け身から読み合い、うーんブンブン丸、クーしたー、おまだ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  DLD もう当たらない、あなんじゃそら、刹那の見切りさあ12戦目スシリア、コーラ選手スティーブ、ゲームカウント5-7、面白いですねもうなんか面白いですよね、こういうの見るとね、もう素晴らしいです。あ、いいよ、うん、そういうだったら OK。まあ、本来ね、マイソートップでは北の大空洞はしないんですが、まあ、いろんな大会に使われてることもあるのでやりましょうということで北の大空洞やります。まあ、前田もこれでこういう試合を見てね、北の大空洞採用もやっぱり考えたいなというところはあります。いきましょう。あ、行きましょう。13戦目ですね。まあ、北の大空洞ですね。結構かがり火とか、まあ、関東の大会では積極的に採用されている印象があります。うー、TNT 北の大空洞ですね。まあ、前スマがね、まあ、これ今ここで言うべきかちょっとあれですが、入れない理由がやっぱりあるんですよ、前スマはね。北の大空洞結構ステージに当然北の大空洞どうするかっていうね議題って結構上がるんですが、前田くんの中で議題と言いながら前田くんが一人で決めてるので何とも言えないんですが、まあどうしても前田くんはちょっとその入れるにあたってどうしても気になる部分が払拭できないので入れてないっていう状況ですね。
いやー、ここはどうだ、大丈夫。まあこの2キャラだとね、そこまで影響は出ないと思いますが、ここは受け身からの硬直に横スマ。プロトバナム選手の受け身に対しての判断早いですよね、素晴らしい。さあここはトロッコ大丈夫。まあそうですね、今コメント欄でありますけど、まあこの2人にはあまり関係ないんですが、ワイヤーでバグが起こる可能性があるというところがありますね。まああまり起こる可能性は高くはないんですけども、空中しろまだ大丈夫。まあもし起こった時に運営と、おお潰れねえんだけどマーベラス1段だとやはり崩れないのか、この石のブロック。まあ背景はね、もうだいぶ前だと慣れてきたところもあって、実はそこはそこまで大きな懸念点では前田君ちょっとなくなってきてます。まあちょっとキャラクターの色が変わるっていうのは気になりますが、クーシタゲッツイやはりうまいですね。まあ、その中でやはりそのワイヤーバグっていうのがどうしても前田君はその運営として起こってしまって、それで勝負が決着した場合のね判断が難しいというところで、まあ難しいというか後味悪くなっちゃうのが嫌なので、まあ入れないっていうのは結構でかいですね。ただステージの形としては本当に最高ですね。ステージの形としては本当に最高のステージだと思います。競技心理はもってこいのステージだとは思いますよね。おお、そこでうめえ。空下からの空前空後っていうのが基本的なセットアップだと思っていたので、それをね見越して技振って横スマ。まあその空下からの金床で技を振るのを見越して回避をして、技を振らした後隙を狩るっていうね、うまいですね。その一個手前の読み合いがね素晴らしいですよね。お互いの読み合いも素晴らしいものが見えます。あれ前田君今スコア変えたっけコメント欄、コメント欄教えてくれ。スタートバトルスティー、前田君変えた、変えてないってことは76だね。ありがとうありがとう。さあ追いついてきている、では行きましょう。ありがとうみんな助かります。行きましょう。14戦目、ゲームカウント 6-7、 アコーラ選手が取り返してきています。さあキャラクターはルキナのままですね。ルキナ続投でいきます。さあここはトロッコから空上からのウエスマッシュ、いいダメージ。空上抜く前、ここはシールドブレーカーも当たらないところでしっかりと素材掘るのも素晴らしいですね。崖の上、真上でね素材を掘るとああやってシールドブレーカー当たったりするんですが、当たらないところでシールド、素材を掘ることでしっかりとその邪魔をされない有利展開で自分の強化を図ってますよね。下強から、裏手で当てんのそれ。ターン継続鬼、あのドルフィン裏手も狙ってるんでしょうね、素晴らしい。リーチ管理すごいですね。さあこの上、そして外れたところ、空母奥の撃墜、さすがに寿命の撃墜が入ります。これは空下大丈夫よー、ここはトロッコ撃墜、空上から空前から大丈夫。掴みをしっかりカバーしてマーベルスコンビネーション最終段出し切る、3段で止める読みのね反撃取ろうとしましたが、このずらしうまいですね、しっかりとずらしてます。マーベラスコンビネーション打ち切る、空中しろ、これはウェビーから横強から、ドルフィン暴れ 90%、 アコーラ選手耐えれるか。まあ、ダイヤモンド装備を掘れる時間というのはかなり少ないですよね。もう今のその対スティーブ対策としてはやはりこのダイヤモンドを掘らせないような圧倒的なスピードのある攻撃っていうのをね、まあ、圧力ですよねをかけるっていうのもかなり大事にもなってます。逆に掘らせていいから距離を取って技に当たらないようにしようっていう作戦も一つありだと思うんですよね、スティーブ。まあ剣士族とかに関してはどうしても中に入る、あの台の上にしっかりと引っ掛けてジャンプ回復して戻る読み合い仕掛けるのすごいですね。おお強化トロッコ大丈夫、
ブロードバナム選手ついてる。いやー、かけ離し攻撃読んでジャストガード、しっかりと反撃取っていく。撃墜、お互いにうまさが光ります。ドアドルフやばれ、確定してない技にはしっかりと、うまい、下から潜ってくるところ見事。さあ14戦目、勝ったのはクイジラ君、プロトバナム選手、ゲームカウント8-6。さあ8-6、さあどんなステージも使っていきます。スタートバトル、ルーフィナーステージ。アコーラ選手も繰り返していきたいところですが、今86ですね。86、いつまでも見ていたいこのカード、いきましょう。いきましょう。15戦目ですね。15戦目ステージ、昇天城ですね。先ほどそのアコーラ選手、面々戦の時はね、この昇天城っていうのは少しやりたくないなっていう話をしていましたが、おそらくルキナ戦は別だとは思います。ただ結構やっぱり剣士族ってこの台をね絡めた攻撃が強い、鋭い攻撃を持つキャラクターがね結構昇天城で強くなる印象があるので、ルキナも結構この昇天城強いイメージありますね。まあいいマーベラス、あっとこういうのがね結構対スティーブって難しいですよね。シュートブレイカーまで完璧、今のブロック引っかかるとはちょっと思わなかったでしょうかね。まあ今のはねもう狙ってないとは思いますので、噛み合ったというところだと思いますが、ドルフィンタイクすごいね。もうクラウドのウェビーのように使っていくっていう。うわー、これには宮君も苦笑い。やっぱすごいよね、すごいよね、もう宮君もうーんと。やっぱりね、その上位プレイヤーの選手もね、この2人の戦い見ててもね、うわーもうすごいことやってんなーってやっぱり感じるんですね。当然ながらあなた方がやってるのもすごいんですよというのを言いたいですけども。さあここはドルフィン、さあここは空前大丈夫。しかし、いやこの受け身の取り方うまいですね。さあこれは空下、かわし方もちょっとずつ分かってきている。さあしかしマーベラスコンビネーション、まだ撃墜しないか。先ほどから決めているこの福田氏、空下の先端の合わせ方もうまいか。横スマッシュ、いやーガキ足、横ひょ、どうだ、トロッコ、空下、空後、いやーこのトロッコ、いやー首の置いてある、ゲッツェー、この空下から降りる読み合いね、バラム選手読み勝ってますよね。わーさあこれを奪い取って上スマッシュは大丈夫、あートロッコまだ大丈夫、 158%、 横スマッシュ、いやこれ読んでますね。もうねブロックを壊すタイミングでの読み合い、スティーブ側っていうのは得意としていますが、プロトバナム選手はしっかり拒否しますが、さすがに上投げ1-1、この1-1どうだ、ドルフィンは大丈夫、空える、空中前、空中へ、空後までつなげていく、ターン継続、これが得意のプレー、 99% まで下り行く、わブロック見てよ、いいタイミングでの攻撃仕掛けていきます。さあ王手ですね、レイジーラ君、プロトバダム選手、ゲームカウント9-6、勝利まであと1勝となりました。王手、相手のブロックもね、そのやっぱりそのスティーブ側、アコーラ選手がこのブロック仕掛けるところってめちゃめちゃいいところ絶対仕掛けるわけですよ。当然ながら自分がその使うのに適した場所っていうのは相手も当然ながら使いやすさがあるわけですよね。飛びやすい場所に置くっていうのがどうしてもありますからね。
さあ10先無限組手2日目、まずはこの2日目の1戦目、さあ勝利王手となりましたクレジラ君、プロトファダム選手、ルキナスティーブ、ステージスマムラになりましたね。狭いステージです。やっぱり狭いステージの方がスティーブの攻撃っていうのは、あ、どうだどうだ、お邪魔しますか。おお、あ当たんのかい9時前ジャブ潰して、おお、かえ、おお帰ってくんのもすごいけど、その後のリカバリーもすごい。いや、ストックは3人。いや、今日、ああ今、ブロックの上乗りたいというところもありましたかね。あの、下スマッシュ分かってたと思うの、見えてたと思うんで、ブロックの上に乗れる、その下スマッシュの範囲を、ああまあ、こういうこともあるある。10、あの、もうね、16戦分してたらこういうこともあるこういうこともあります。さあゲームカウント7-6、アコーラ選手を取り返します。さあゲームカウント76で、79でございます。ゲームカウント79、なんかスラスラさんが文句言ってますか、何ですかなんか文句あるんですか。では行きましょう。17戦目、17戦目になりました。クレジラ君、プロトバナム選手が勝利まであと1勝という状況は続きますが、アコラ選手も取り返して、さあしかしここがジャックからの運んでいきます。TNT、クースター、いやーメガボルト、クースター、ここはダウンせずにしっかりと返していく。さあメガボルト、ドラゴン腕を伸ばす。さあ広いステージどうでしょうね。あ、トロッコ捕まってる。今のトロッコのね、視線誘導とかね、うまいんですよね、アコーラ選手ね。今のトロッコから発射して、うー、この上がり際タイミング合わせてクースター、トロッコを飛ばして、飛ばした瞬間に勢いよく飛ばすことによって、なんていうのかな、勢いのいいトロッコを降りるとき、スティーブ2段ジャンプして目線を上に上げていると下からトロッコが迫ってくるっていう使い方をね、アコーラ選手うまいんですよね。世界大会でも確かそのトロッコを飛ばしてスティーブが上にいて、上見てて下見たら捕まってたみたいなことありましたよね。さあ架け離しジャンプで合わせていった下スマッシュ、いいですよ。メガボルト、いやー、これトロッコから空へ空前、空への空前、空への横スマッシュ。さあプロトバナム選手のこの面々どうでしょうか。うーわー、早めに飛び行きましたね、上差し、まあ、ルキナから面々に変わって、うー、崖離しジャンプ全部潰しましたね。まあ一回かられたから、もう一回タイミングずらしてやってみようとしたら、あ、しっかりとアコーラ選手見えていたって感じですかね。お見事。ゲームカウント8-9になりました。ゲームカウント8-9、アコーラ選手が取り返す。さあ続いて18戦目ですか。泣いても笑っても残り2試合、果たして。さあどういう試合になるんでしょうか。でもこの2人の10先早いっすね。では行きましょう。18戦目、すいません音一瞬消えたの、前田君がスコアボードいじってたらミュートしてました、すいません失礼しました。
さあ18戦目ですね。18戦目ステージ、ホローバスティオン。さあ面々でいきます。出しただけさあこの崖どうでしょう。上昇これはかわして、あドラゴンメガボルトプレッシャーかけますが、うーく前から横様は大丈夫。台の上乗ったところ上スマッシュ、ここは回避でうまく逃げていく。さあこの面々スティーブ、なんか狭いステージの方が面々が対スティーブやりやすそうな印象が結構トータルではあったんですけど、さあこのホローバスピオンはどうだというところ。台より空母ストックは3人、ただ撃墜圏内ではあります。アコラ選手とスティーブ、ドラゴン、今のもうあえてその強化ドラゴンの方遅れて出してるんでしょうね。ダブルドラゴン、強化ドラゴンの時はドラゴンドラゴンでいいですもんね。結構前田君メンメンの技の表現として強化中のドラゴンってまあある意味メガボルトと一緒だと思ってるので、だからメガボルトダブルメガボルトみたいな言い方しますけども、やっぱりドラゴンの方がね発生も早いですし、その強化ドラゴン中であればダブルドラゴンっていうのはかなりまあ効率のいい選択肢ですよね。これはクイーンの空前落としてのスタスマッシュ、これは下強体育うまい、うわー回避見てウェービーで着地を早める。いかに早く着地して面々のこの強い対空から逃れられるかっていうのもしっかり試しますよね。あらー珍しい、優勝まで、優勝ではない勝利まであとワンストック、癖で言っちゃった。まあ長い時間やってたらああいう事故もありますわなと。ブロック正面衝突大事故、コットリングドラゴン、いやー空母どうだ、ホットリングドラゴン、ホットリング、ホットリング、ウェビー見えてるか、あー今の後突きかられないように上に逃げたらえない、あどうだ、あっなるんかいなるんだ、位置微妙だなと思ったんですが前投げでブロックメテオなるんだ、素晴らしい判断、今のリカバリーうまいですね。空所おお切り取って、おーあらー大丈夫、ここは逃げて、あープロトバラム選手決めきるか、アコーラ選手が追いつくか、 103% 9枚ブロックになる。さあメガボルトの撃墜はまだ大丈夫でしょうか、あっ食える、うー受け身立て、おおその受け身読みから横スマッシュ、おっと着地狩りゲームセット、上スマッシュで撃墜、いやお見事な試合をお二人見せていただきました。勝ったのはグイジーダ君、プロトバラム選手。